僕がこうお話ししているのはポイント活動、ポイ活ではなくてキャッシュレスのお話なので、なのでまあ現金をどんどん手放していって、そのキャッシュレスとしてお金の管理もしやすくしたいっていうの場合でしたら、全然クレジットカードで僕はいいと思います。はい、ということで岡山に来ました。いや、めちゃくちゃいい天気ですし、風がすごい気持ちがいいんですよ。岡山最高です。まあ、岡山だけじゃないと思うんですけどね。でもこののんびりした空気はやっぱ岡山独特だなって思うのでいいですね。で今からですね、てか今日は勉強会をやるために岡山に来てます。なのでちょっと準備をしてから、会場というかメンバーと合流したいと思います。よし、OK。はい、ということで時間になりましたので、じゃあそろそろ待ち合わせ場所の方に向かいたいと思います。いやー、それしようめちゃくちゃいい天気でお散歩したいですね。ありがとうございます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 。ということで岡山桃太郎空港に到着しました。誰もいないです。もうなんか一人すぎて本当にやってるのかなっていう不安になっちゃうぐらいなんですけども、はい、ということであとチェックインまでもう少し時間がありますので、それまで動画の編集やっていきたいと思います。はい、ということで搭乗手続きと保安検査が終わりましたけども、本当に全然空港人いないんですけど、こんな感じになってます。お、飛行機来るのかなみたいな感じなんですけども、あと1時間ぐらいしたら飛行機が来ます。でそれまでにちゃんと動画アップをしたいと思います。はい、時間になりましたので今から搭乗したいと思います。ということで帰宅して翌朝の11時半になりました。どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、で、久しぶりに木村さんと名古屋でお会いして、で、まあ、いろいろ仕事したんですけども、折り紙ペイですね、はい、これを久しぶりに使いました。名古屋の米表さんで折り紙ペイ使ったんですけど、払った瞬間に 3% オフになったんです。今なんかそういうキャンペーンやってるらしくて、そうで 3% オフになったので、ああいいなと。3ヶ月4ヶ月前は折り紙ペイ何のキャンペーンもやってなかったので、単純にそのカードを紐付けさせたスマホで決済するっていうような形だったんです。カード使えばいいじゃんということで、僕はそれからやっぱカードに戻ってました。今のところはほとんどカードで支払っていて、ごくまれに、あとサイゼリヤも今現金だけなんですよ。現金しか使えないですっていうふうにレジにバーンって書いてあって、そう、結構時代の流れにこう逆らってる、かっこいいなって思いました。ちょっと話はそれましたけども、こんな感じで久しぶりにスマホ決済 QR コード決済っていうのをやりましたので、なんかまた久しぶりにそのキャッシュレスチャレンジということで、QR コード決済をどんどん使っていこう、勉強していこうというふうに思いました。この動画を見てくれている方の中で、そのキャッシュレスにめちゃくちゃ詳しい人もいると思いますし、全然知らない人もいると思うんです。なので、まあ、知ってる人からしたら、ショッピーそんなのも知らなかったのっていうふうになると思いますし、知らない人からしたら、そんなことあるのっていうふうに、もう目から鱗だと思います。なので、まあ、リラックスして見てもらえればいいかなというふうに思います。で、僕もまだ全然知らない状況なので。そう。で、そもそも、なんとかペイってどういうことかっていう、その仕組みのところなんですけど、カードだったり、銀行口座だったり、と紐付けさせてスマホで決済できますよっていう、そういうサービスらしいです。まあ、現時点では圧倒的にクレジットを使える店の方が多いんですけど、ただ3年後5年後になったら
もうそのスマホ決済、QR コード決済が対応しているお店っていうのもめちゃくちゃ広がってくると思いますので、まあ、そこに向けて僕も今のうちから〇〇ペイっていうのを準備していこうと思います。でそもそもなんとかペイっていうのがどれぐらいの種類あるのかっていうことなんですけど、ですね、53件あるみたいです。アプリプさんというサイトがまとめてくれているんですけども、ですね、まず上からペイペイ、楽天ペイ、LINE ペイ、au ウォレット、d 払い、スイカ、バンドルカード、折り紙、ペイパル、ゆうちょペイ、キャッシュ、d カードアプリ、楽天カード、パソリ対応、POS カードアプリ、スキヤ公式アプリ、プリカに白玉、ファミマペイ、ピクシビペイ、セブンイレブンアプリ、セゾンポートレイポータル、アンドペイ、プリン、送金アプリ、まあ、要するに数えきれないぐらいのスマホ決済、QR コード決済サービスがあるっていうことだと思うんです。今はこう乱立している状況だと思うんですけど、これから量質転換の法則でどんどん絞られていくと思うんです。で、そうなった時に今注目されているキャンペーンですね、それがありまして、アプリブさんというサイトがそのスマホ QR コード決済サービスのキャンペーン情報をまとめてくれていまして、 PayPay のキャンペーンと LINE Pay、楽天ペイ、D 払い、au ペイ、折り紙ペイ、メルペイ、ファミペイ、まあ、これらがキャンペーンをやっているみたいです。で、細かく見ていくと、例えばペイペイですと10月5日土曜日だけですね、1日限定でペイペイ感謝デーをやるみたいですし、あ、でもこのキャンペーンもなんか対象がペイペイ残高とヤフーカードのみとか、なんかもうこういうのわけわかんないですよね。クレジットカードみたいにこれだけもう使っておけばポイント自動的に入るかなみたいな、そういう簡単な仕組みになってくれたらいいんですけど、キャンペーン一つにとってもこう条件があるっていうのはややこしいですね。なんかだんだん面倒くさくなってきましたね。僕の知り合いの人でなんとかペイっていうのをめちゃくちゃマスターしてる人がいて、セミナーをやってで、そのコンサルをするぐらい、企業さんにコンサルをするぐらいめちゃくちゃそのスマホ決済、 QR 決済に詳しい人がいるんです。で、その人に今後残る QR 決済何ですかっていうふうに質問したら、とりあえず PayPay と LINEPay とあと楽天 Pay じゃないですかみたいな感じで言ってたんです。 LINEPay と PayPay ぐらいはダウンロードしておこうかなっていうふうに思います。はい、インストール完了です。はい、登録できたみたいです。今500円だけ入ってますね。で、送ることもできますし受け取ることもできるしっていうと、この ANA カードはパスモ機能もついてるので、このスイカ登録できるかなと思ったんですけども、できませんでした。アップルはスイカしか入れられないみたいです。で、このカードにあるのはパスモ機能が入っているものなので、なのでまあ登録はできませんでしたという感じですね。まだよくわかんないなぁ。あ、なんかもうすっかり夜になってしまいましたね。なんかあれからずっと調べてたんですけど、まあよくわからないっていうのは冗談で、実際外に出て、ちょっと用事がありまして外に出てたんですけど、で外に出ながら、まあ、買い物もちょっとしてたんです。例えばこういうコーラ買ったりとかはしたんですけど、めっちゃ不健康なんですけど、カードとなんとかペイどっちの方が使う割合が多いのかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりこうお会計で何円ですって言われた時に、あ、分かりましたって言ってさっとカードを出すのか、あとは何円ですって言われて使えるかどうか確認して、あ、使えますよってなったら、あ、分かりました、じゃあ LINE Pay でお支払いしますって言ってアプリを立ち上げて、でなんかこうポチポチやって、でまずパスコードの入力があるわけじゃないですか。でパスコードの入力をこうポチポチやって、でアプリをこう選んで立ち上げて、で立ち上げた後にバーコード読ませて、これをピッてやってもらうみたいな、すごいやっぱ手間がかかりますね、この LINE Pay するのは。なのでこの手間を惜しんでまでこのアプリを使うだけのメリットがないと、こういうアプリ決済っていうのはやりにくいのかなというか、まあ、このカード決済にまだまだ軍配が上がるのかなというふうに思いました。結局外出て用事出しましたけど、新宿の方まで歩いてきましたけども、結局このカードの中にスイカ、パスモが入ってますんで、これでピッてやるだけでしたし、支払いってなった時にはこのカードをさって出せばそれでも1回で済むわけなので、僕はやっぱ外に出たとしてもこれを使ってました。
はい、ということなので、この動画を見てる人の中で、これからキャッシュレス始めたいんですとか、なんとかペイを入れようと思うんですけど、どれがいいかよくわかりませんってなった場合は、まだ使わなくてもいいのかなっていうふうに思います。で、あとはそのポイントを使って何十パーセント還元されるからっていう、それ狙いで、登録したい場合はそういうアプリ使えばいいと思うんですけども、僕がこうお話ししているのはポイント活動、ポイ活ではなくてキャッシュレスのお話なので、なので、現金をどんどん手放していって、そのキャッシュレスとしてお金の管理もしやすくしたいっていうの場合でしたら、全然クレジットカードで僕はいいと思います。まだちょっと僕はそのキャッシュレスの中では初心者の方だと思いますので、まだまだこれからカード2大再生としてこれからキャッシュレスをやっていこうと思います。ていうか、もうこれだ、カード2枚になっただけでだいぶ荷物ももうめっちゃ楽ですからそれで十分キャッシュレスになってると思います。十分身軽だと思います。はい、ということで、キャッシュレス入門ということで、これだけあれば大丈夫っていうことをシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。本当はこう LINE Pay、PayPay、なんとか Pay っていうのが一番いいんですよっていうのをこう期待してくれたと思うんですけども、ただ僕の中ではクレジットカードがやっぱナンバーワンでしたっていう話でした。はい、ということで今回は以上です。はい、一人でも多くの方の参考になってくれたらとても嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画を撮影しているのが9月の20日で、あと10日後には増税が始まりますっていう感じなんです。で、僕の中ではこのパソコン環境っていうのをパソコンじゃなくて iPad の方に重視を置こうかなっていうふうに思ってるんです。なので、いろいろとここら辺の環境も整えていきたいわけなんですけども、そうすると結構そのお金も使っていくと思いますので、そうなった時にやっぱりこう LINEPay とか PayPay とかっていうのが、あ、おかえりー、そうなった時にこうなった LINE Pay とか PayPay っていうのがこう、もっと勉強してくれよかったなっていうふうに思いました。ただ今そのキャンペーンやってるわけではないので、僕は、クレジットカードで普通にカードのポイント還元っていうのを使っていくかなというふうに思います。はい、まだまだちょっと奥が深い分野なので、これからも勉強していきたいと思います。